ナミさん、お疲れ様でした。いや、体の戻ってよかったですね。やっぱびっくりしますよね。なんかこう、気が気でないというか、仕事が手につかないというか。まあなんせね、払った金額は少しでも、戻ってくる金額は莫大ですもんね。これは、なくせないです、うん。で、今回ね、いろんなトラブルに私たちは巻き込まれて、そのために対処する、まあ、方法を探るわけですけども、頼りになりますね。やっぱりリピさんとかね、やっぱ情報が人を救ってくれる、そんな時代が来たんじゃないかなと思うんですよ。資産を構築しようかなと思ったら、暗号通貨ってものがある、そういう情報が流れてくる。暗号通貨の中でこんなエーダってのがありますよ、エーダはこんな情報ですよっていうふうにやっぱりね伝えてくれる人がいて、でトラブった時もこうやればいいんですよっていうふうに対処してくださる人がいる、何もかもね、その知るってことはすごく大事だなと思いますし、理解するってことはすごく大事だなと思います。まあけどナミさんみたいにね、こう日々動画を更新されていて、いろんな発信を世の中にしているからこそ、まあこういった事件っていうのも多くの方に語りかけるものが本当に思いますんだなと思いますね。まだことが起きた時にいきなり放送するんじゃなくて、普段から放送してる癖がつくとね、もう逆にこのカルダネイダのウォレットがなくなったと思ったら、これネタに使えるんじゃないかなみたいな、冷静に見てる自分もいたんではないでしょうかね。まあどちらにしても本当よかったよかった、ハッピーハッピーラッキーラッキーですね。じゃあこれからカルダネイダさらに楽しんでいきましょう。あと2時間でまた新しいエポックに切り替わります。カルダノの、ステーキング報酬がさらに入ると思います。はい、またですね、9月30日は21時からカルダノの、カルダノに限らないんですけどね、ブロックチェーンエキスポの、まあこれに参加されるカルダネイダホルダーの有名 YouTuber さん、カルダネイダ10万円勝負のバクちゃんさんとズーム対談があります。ご覧になれない方はね、後ほどアーカイブでお届けしますのでご覧いただければと思います。まあ録画をミスらなければなんですけどね、今までミスったことはないんですけども、いつもねちょっとねズームの録画ができてるかどうかなんかね心配になっちゃうんですよね。それじゃあ本日は以上です。ありがとうございました。